いや、これまで会えたスペシャル終わってスペシャル終わって次が、はい、もう真冬です。真冬です。いや、まだ秋だけど、はい、まあ、とりあえず運転ははい、兄です。兄です。で、それと朝会えたよ死ぬよというわけでですね、3ヶ月ぶりですね、多分、はい、YouTube ではずっと投稿されてるからちょっとお休み挟んでるけど、そうあれなんだけど、はい、仙台スペシャル以降釣りに行けてませんでした。そうあーですね。だからもう季節がバッて変わっちゃって、そうなんですよ。何この層、こんなは次になっちゃって何この層タイツ履いてます。俺もタイツ履いてます。いやもう宮城ではめっちゃ釣れましたけど、はい、今回行くところは兄さんどこかな。今回は有明西埠頭公園です。また東京湾でございます。そうなんか最近東京湾で、うん、イカがそう釣れるって噂がこれからはイカシーズンで、もうイカシーズン入っちゃってるけど、そうでまだイカ、ね、うん、間に合うかな、うん、シーズンらしいので、はい、一応エギング会なんだけど、はい、東京湾で釣れるのか会、そう今まで上がった形跡がないかららしいよね。でも上がってるらしいという噂も聞くので、うん、ちょっと七不思議みたい。そう東京湾でイカを探ってこよう。それとあと浮き釣りかなんか、ああもうちょっとやろうかな。漫画生3ヶ月はい、はい、記憶はめっちゃ釣れてる記憶なんだけど腕は鈍ってるからかなりね確かにそうなんで、なんだろうアホ釣りやになりますからまたプロ釣りヤーに戻る時間がね、そう戻るかかるかなと思うんですけど、そうじゃあ頑張っていきたいなと思いますね、はい、東京湾ギマ以外釣るぞー、いやおじさん、ここ釣れる？あこんなん、こんなん、こんなん、その釣れるの？こんなんださっきでも血抜いたね。こんなんだこんなんしか言わねえわな。そんなん釣れるの？こんなん、こんなんもんこんなんがいるんだ。こんなんだよ。どんな魚いるの？こんなんというわけでね、着きましたけどもね、東京湾なのに、うん、前のワカスと違って、うん、すげえ綺麗です。ちょっと見てごらんか、うん、さっきさ見たらさ超でっかい血抜いてさ、そう上がったね。あれはでかかったね。まあでもこの土地に俺の格好は合わないいやでも今十分合ってるよ。今十分合ってるよ。すごいね。なんだっけ、ワカスと違うぐらいね、ちょっと見にくい、あ見えるね。透明度がね超綺麗なんですよ。すごいだな。でね、このヘチこのね、ヘチ際、僕らがこれ立ってるところのヘチ際にね、魚のね、魚影が結構見えるんですよ。であっち側の沖合の方はね、全然見えないんだけど、沖合っていうか、沖ぐらいのところは。でも、近そうだね。ね、でもやっぱ下ゴロタだね。青いかは分かりません。ね、煽れないかって、うん、ダジャレも入ってたね、今思ったけどさ、うん、積み跡ないよ。積み跡ないんだよ。ないよ。ペーペーパーがないよ。なんだこの図。移動してきまして、全く当たりがなく、やっぱり東京湾は釣れない。
現在12時です。やっぱり東京湾は当たらないです。つまんねえ。だこれ我々雄勝気分できてますからね。気分できちゃった、間違った、うん。これを機に東京湾ではもう釣らない。東京湾は嫌い。東京湾では釣らないって、てか釣れないっていう。いきなりレベル高いよね。そうだよね。でも雄勝こそだから初心者だよね。そうだね。うん、そこはもうみんなで行ってみんなで釣りましょう。そうそうそう、5月こそファミリーフィッシングに向いている場所なんだ。向いてるね。時間を持て遊びたい人はここが一番。だ、それこそ本当の、はい、プロツリーヤー、はい、ま、マジツリーヤー、マジツリーヤーにおすすめですね。そうするとハイレベルの戦いができるんじゃないかなって。ここで釣ったら、うん、マジプレイヤーって呼んでやるよ。いないもんね、魚が。魚魚影1回しか見てないし。でもね、でっかいチノがね、一番最初に見えたんでね、おお、いるいるとか思ったんですけどね。かかるだけ。あれ、あれ、お前ドラゴンレーダーに乗ってんだよ。あれ、フルチ、お前イカ釣ろうとしてんだろ。お前戦闘力3か、クズが。お久しぶりです。元気してんのか。元気、あの、なんだお前、いや、宮城で。なんだお前ら、ニカ。俺もっと、もっと好きね。むしろ、あの、ドラゴンレーダーが目にぶっ刺さってていうかさ、ヌーチーさ、そこらいないんだけど。魚が釣れない。そもそも魚いないよ。そうだよ、今食事中だ。魚どっかに食堂があるのじゃ。いや、俺こませまい、俺こませまいって意味ないじゃん。え、食事中。おめえらにもほら、お前らも腹減った、腹減っただろ。腹減った。うん、腹減った。しょうがねえな。なに、なに、キノコが食べる。これ食事なの。普通のキノコの山。普通のキノコの山。食ったらケイで。取ってっかな、メロ。戻ってったよ。後ろぐちゃぐちゃ出してね。ヌチ、孫にはラタって名前つけない方がいいと思う。奥さんとしかその話したことないのに。何だ、何者だ。ラタはやめた方がいいや。あ、スーさん。さっきさ、ヌーチ来てたよ。マジで。ヌーチ来てた。さっきすれ違ったのがあれだったのかな。俺なんか、なんかレベル1かクソがって言われたけど。マジで。マジで、俺2だった。で、兄さんだった。2人合わせ3かって。クズがあった。クズがあった。連れ取って。はい。え？ホラガイが連れて。で、その中にカニが入ってた。その中にカニが入ってた。マジで？やりましたよ。なんちゅう奇跡もいきなり起こしてんだよ。なんかホラガイ、うんこみたいなんですよ。また東京湾の最大かと思った。アンドリル。ああ、大きくなって帰ってこいよ。やったぜ。